はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。今日はね、ちょっと真面目なお話でございます。で、現金給付金、1回だけでしたけど、しかも10万円ね、1人10万円十分だと思います？1回だけで十分十分じゃないっていう人が、まあ、ほとんどでしょう。よっぽどその儲かってるお店っていいのかな、金持ちというかね、別に、ね、あと1年間ぐらい仕事をしなくても大丈夫よっていうようなお金持ちだと別に1回だけでもって思っちゃうんだろうけど、それはもう本当に数パーセントぐらいの人だと思うんですけど、大半の人はもういやいや10万人じゃ足りないよって、いや1回だけじゃダメだよって、まあ、10万円だけでもね、継続してくれればまあありがたいと思うけどもね、1ヶ月じゃない、1年、約1年ぐらいじゃないですか。で、1回だけでしょまあ最低でもね、あと10ヶ月分ぐらいのお金を振り込んでもらえないと太刀打ちできないし、もう最低10万円払ってほしいね、1人ね。まあそうじゃなくて、まあ20万円払えないっていうんだったらね、1人15万円でいいからさ、振り込んでほしいなってちょっと思ってしまう私でございます。で、本当に家賃10万円で家賃払えないよっていう人もいるだろうし、ね、で10万円でその車の税金がいっちゃったとかさ、車の税金っていうか、まあね、そういう車検とかでいっちゃったとかさ、結局何も買えなかったっていう時もっていうね、人もいるだろうし、で麻生さんもね、いや二度とないよって言っちゃったかもんだから、それで反応というか、まあ炎上しちゃいましたよねいやあんたはね、それなりの金を持ってるから大丈夫だろうけど、我々はね大丈夫じゃないんだからって多分ツイッターなどなどで反応があったんじゃないかな。多分その本人、ツイッターとかさ、ブログなんかもそうだと思うんだけど、本人がやってるわけではない部分があるじゃないですか。ツイッターにしろ、ブログにしろ。まあ、インスタはどうなのか分かんないけど。まあ一応本人がやったとしても、その、秘書の方が目を通して、あ、ここは書き換えた方がいいですよとか、ここはなくした方がいいですよって、ね、まあ、助言をしたりとか、まあ、変な話、秘書の人が全部書いたりとかしてる可能性もありますから、って感じなんだけど、ね、って言われても困るが、本当に、困ってる人がいますよね。仕事がなくなるまでもいかなくても、給料が3分の1減ったとか、っていう人もいるからね。まあ変な話、1年前、2年前はそれを当てにして、まあいろいろ買っちゃってる人もいるから、その支払いに追われる人もいるからね。本当に、半年間だけでいいからさ、まあこれから先なのか分かんないけど、15万円をかける6で支給していただけた方が嬉しいよね。まあ本当は20万円ぐらいの方がいいんだけど、20かける半年いくら？120万円ぐらいトータルで。どうなんだろうね。どうなんだろうねって言われても困るよね。一回だけじゃもう十分じゃないね。その後に2、3回続ければ続い
ていたとしたら、まあ世の中の反応はまあ十分じゃないけど、まあ精一杯やったよねっていうような、政府も頑張ったよねっていうふうに、いい方向に目を向けられていたと思う。うん、麻生さんのあの炎上のね、言葉がない、なかったとしても、あったとしても、うん、麻生さん、そういうこと言ってるけど、まあまあまあ、ね、3ヶ月ぐらい、4ヶ月ぐらい、ね、出してくれたから、まあまあまあいいでしょう、みたいなことを言ってくれる人が、まあ何割かくらいで、ね、評価を値するっていうふうに、感じてくれる人がやっぱいると思うんだけど、それがないからね、おいおいおいっていうのもあるし、それにね、あの火の粉っていうか燃料、そのなんだっけ、麻生さんのその炎上する言葉、火に油を注いだあの言葉があるから、ちょっとどうなのって最後のその安倍総理の評価っていうのも格段にね下がっただろうし、菅総理の方もどうなのっていう感じになってるからね。皆さんどう思うでしょうか。もしよろしければね、ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。